グッドライン、グッドライフ。ということでね、本日も雪音ワインのお時間でございますよと。今回久しぶりに購入品の開封をやろうと思いますので、もちろんワインを買っておりますので、開けていっちゃいましょう。というわけで、今回買ったワインですね、今箱に4本入ってたと思うんだけど、こちらはね、いつもは自分たち用にね、ネットで買ったりとかして、こうね、楽しむというワインなんだけど、なんと今回はですね、久しぶりの久しぶりに友達たちと飲み会をやることになりまして、なのでそれで6人ぐらい集まる予定なのかな。でその時に、じゃあちょっとワインは任せるよみたいな感じでね、任してくださいよみたいな、ワインのことなら任してくださいよってことで、私がワイン担当になりまして、そこで飲むワインをねチョイスしたんですけれども、ただ今回のメンバーたちは、そんな別にワイン詳しいわけではなく、ただ飲むのが好きみたいな、みんなでワイワイしちゃおうぜみたいなね、そういうのが好きな方たち勝手に決めつけたけど今こっちがだと思うんだよ。そこまでワインを知らなくても楽しめるような、そういう場に持ってくワインというのを雪をなりにチョイスしてみたので、それをちょっとね、こういう感じで僕は選んだよっていうのを紹介しようと思いまして、こんなんで、ね、本当に人それぞれ多分全然やり方とかね、選び方は違うだろうから、一例としてね、僕はこういうシチュエーションの時だったらこういうワインを持ってくよっていうのを紹介しようと思います。雪音ワイン、なんとなく4本ぐらいっていうことだったので、その中でもうストーリーをねビシッと立てて考えているわけでございますよ。はい、まずはね、まず最初に出てくるのがこれかな、こちらでございますね。もう僕の大好きジャン・フルニエの、ブルゴーニュアリゴテでございますねいきなり自分好みのワインを選んじゃってるっていう、これね、大事なことも、もちろんみんなのそのね楽しめるかどうかっていうのを考えるのは一番なんだけど、何より自分が楽しむ何より自分が楽しむっていうのもこれね、プライオリティを置いてますので、みんなも楽しめるし自分も楽しむっていうところで考えた上で、やっぱりね、アリゴテを1本入れとこうと思って、今ちょっと涼しくなってきちゃったかなこれ選んだ時は結構暑かったからさすっきりしたのとか思いながら選んじゃったんだけど、でもジャンフルニエっていう、もうマルサレのね、ブルゴーニュマルサレの本当にもうめちゃめちゃいい作り手のアリゴテでございます。なので僕も大好きなアリゴテって品種があって、これは本当ね、なんか最初にね軽くこう一杯ねススっていく感じのフレッシュな感じで飲むんだったらいいのかなっていう感じで、選びました。こちらは価格がね税込みで3000円かなぐらいですね、非常にお手頃だと思います。この作り手のね、素晴らしいアリゴテですので、2018年かなヴィンテージは、はい、っていうのをまず一杯目にね、こう一本ね、みんなでこう乾杯があったら楽しもうかなっていう、乾杯ビールなのかなちょっとシチュエーションわかんないんだけどっていう感じでございますね。こちらでございます。くー、そして2本目はこちらでございます。はい、もうこれも定番ですね、ドメヌバローだね。こちらもブルゴーニュの白ワインにはなるんだけど、さっきのマルサネとは全然地域が違って、南の方に行って、マコンですね、マコネ地区のシャルドネ 100% で作った白ワイン。やっぱりこのみんなの好みもねちゃんとはわからない中、やっぱりちょっと無難に置きに行くじゃないけど飲みやすいのを選ぶとなると、やっぱり白ワインがね多くなってくるかなっていう感じはあるので、でしかもさっきのアリゴテがちょっとシャープでフレッシュな感じで、少し青っぽい感じのハーブの感じで、ちょっと初級こそそるようなタイプの白という感じで、始まって、でちょっといろいろつまみつつ、なんとなくこのね、お腹もこういろいろつまんでお腹の中に入ってきて、さらに食欲湧いてきたみたいな、もうちょっと飲んで食べようぜってなってきた時にこの白を出すと、今度はシャルドレなので結構ふくよかな感じで、多分バローもこのマコンもある程度果実感があると思うのでね、ちょっとふっくらとしたね、ちょっと濃いめの白をいって、で少しこのさらにね、このよりこの
流れを作っていくとか流れを作っていくというとあれだけどっていうような意味合いでこれかなと思って、まあ、これもね本当お手頃で美味しいのよ。だこれなんて本当2500円ぐらいじゃなかったっけ、そう税込みでね2500円しないぐらいかな。なので非常に品質もいいしお手頃なタイプということで選びました。まあ今回はね一応そのある程度は品質と価格のそのバランスを見て、まあもちろんねコノスルとか持っててもいいんだけどそれよりか少しねいいものを選びたい自分の中でねっていうちょっとストーリーを作りたいっていうのがあったので多少ね 2,3 千円ぐらいのものにはなっちゃってるけども、でもそのね非常に品質は高いと思いますのでこれをみんなに楽しんでもらいたいという気持ちがねあって、2本目はこちらですね、バローのマコンシャントレ名前が分かってない、マコンシャントレレピエールポワマコンシャントレレピエールポリでございましたね。2020年かな、これはまだフレッシュだよね、インテージあれ、あそうだ2020年ですねっていう一本を2本目に持ってまいりました。そしてネクストワイン、こちらですね、見てこの色ここら辺でちょっとね僕の大好きなタイプのねこういったワインを持ってきました。こちらはね、フラビアっていう作り手ですね、シチリアのワインです。僕の大好きなシチリア、この前も行ってきたね、行ってきました、シチリアのワインでございますの、カタラットっていうブドウを使ったもう見るからに煮込むこれなんかアプリコットジューシーじゃないのっていうね感じのものですけども、このカタラットっていうのもこの白ブドウなので一応白ワインの分類にはなるんだけど、そのブドウの皮を漬け込ん でその皮の要素を抽出したワイン、そして檻とかもろ過もせずにそのまま多分詰めてるのかな。なのでもう本当にそれこそフレッシュジュースみたいなフレッシュジュースですねみたいな感じの、味わいにもなってるはずです。ただ僕これちょっとねちゃんと飲んだことなくてもな、実は俺が飲みたいって言います、まず飲みたいっていう気持ちもあったんだけど、まあそれはねまあ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 置いといてこういったちょっと、ガブ飲み系のワインですね、まあオレンジワインっていう風な言い方もされるんだけど、その皮の成分がある程度漬け込んでる分、普通の白ワインよりは厚みとあとちょっとタンニン分も出てくるので、まあその3本目でいこうかなと思っております。これまあキンキンでも冷やしてね飲んでいくと結構飲みやすいはずなので、でそのブドウの旨味とかねそういうの全部入ってるタイプの、まあナチュラルなタイプのワインなのでこちらもいいかなと思いまして、なんかやっぱりみんなでガブガブ行くにはねこういうねちょっとキャッチーな感じのもいいのかなっていう感じですね。はい、僕が飲みたいっていうのもありますけどね、シチリアのワインね、シチリアのマルサラなのかな、作ってるとこって書いてあったかな、でございます。でしかもなんとなくわかりますかね、なんとなく見てわかるかな、これねボトルの容量が大きいんですね。普通のワインってだいたい750ミリなのね、基本的にはね、こういうボトル全部そうなんだけど、これはなんと1リットル入ってますリッター瓶でございます。なのでいっぱい飲めちゃうよっていう感じですね。ただ値段もちょっとねこれはね、他のよりは少し高いのかな、税込みで3690とかそういう感じだったかもしれない。なのでちょっとね、2つより上がってるんだけども、まあこういったねナチュラルな感じのワインもみんなに楽しんでもらいたいっていう気持ち、多分全然さっきの最初の2つとは違う感じになるから、それもね楽しんでいただければいいなと思いますね。であまりねこのそこまでねワイン飲んだことないとか方たちにはやっぱりこういったワイン面白いのかなと思ってね選んでおります。早く飲みたいもう早く飲みたい、しかもこれ 11.5% だから本当にガブ飲みかもしれん、早く飲みたい。そしてラストの4本目ですね、こちらはい、まあこの辺でね赤ワインをいっときましょうということで赤でございます。こちらはね、ドメンデザコルという作り手ですねの、ランデブーデザコルかな、ランデブーデザコリットですね、はい、ドメンデザコルのランデブーデザコリットという名前でございますね。こちらはねフランスの南、ローヌかな
のアルデシュっていう地区のワインなんだけど、こちらもね、まあ、もちろん生産者がすごく優秀な方ですね。その昔はブルゴーニュのドメンドラルロっていうあのドメールで醸造を務めた方のオリベルリッシュっていう人が今自分でワイナリー立ち上げて作ってるワインです。非常に品質が高いです。まあローンなのでちょっと味わいが濃くなるタイプも多いんだけど、その中でもすごいエレガントな作り。ただその使ってるブドウ品種、これ多分グルナッシュだったから、確かグルナッシュ 100% なので、ちょっとその甘い感じの果実、その赤ワインに対してとっつきにくい印象を持たれがちなタンニン分、渋さっていうのがそんなに表に出てこないはずなので、このヴィンテージとか俺最近全然ザクロ飲んでないからさちょっと分かんないんだけど、多分ねなはず、グルナッシュ 100% だし、そんなにタンニン出ず、まあ、この甘やかな果実で飲みやすくなってる、しかもエレガントで上品っていうような、まあ、非常に品質の高いワインだと思うので、これを、飲んでね4本目として提供したいなと思ったわけです。やっぱりどうしても飲み口がいいワインがいいかなっていうふうに全体的には考えてて、赤選ぶ時もある程度しっかりとしたものよりかは柔らかいもので、もピノになっちゃうとピノは結構酸も強いし、みんなでワイワイガブガブっていうよりかはちょっともしかしたら違うかなと思いながら、そしたらまあ南仏の方とかになってくと、まあ、グルナッシュとかこういった感じのがいいかなと思ってチョイスいたしました。ということでこの4本だね、はい、あこれはね、価格がねザクル、これも3000円ちょっとかなっていう感じになります。はい、の4本チョイスいたしました。どうでしょうかこのラインナップ。まあ価格はこんな感じだね。一応まあ送料とクール、まあだいたいどっちもつけても1000円ぐらいっていう感じですね。で、まあ4本で、13,180円という感じでございますね。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。どうでしょうかこのラインナップ。もう早く飲みたい早く飲ましてっていうね、まあまあまあこういった感じで雪はチョイスいたしました。皆様だったらどういうワインを選びますかね。いいな、やっぱエチケットの並びもいいね自分で言ってなんかこういうのってすごい楽しくてさ、まあ、みんなで飲むっていうのももちろん楽しいんだけど、なんかそれでなんかあみんどういう感じかなとかね、来る人がこんな感じだから、あ今回はね奥さんの友達の仲間たちみたいな感じなんだけど、まあ、一応面識は全員あるからなんとなくかなっていう感じなんだけど、でもこのやっぱりこのワイン仲間だったらまた別のチョイスがあるんだろうけど、なんか逆に面白いよね、反応も楽しみというかさ、ちょっとねなんとなくね気になるけど、まあそういった感じで、楽しくチョイスをさせていただきました。もしねなんかこういうシチュエーションだったらみんなどういうワインを選ぶのかなっていうのも気になるので、なんかもし私だったらこういうの、僕だったらこれ、いやこれはちょっとね外さないでしょみたいな、これは持っていきたいね私みたいなのがあればぜひコメントで教えていただけるとありがたいです。なんかそういうねディスカッションできれば面白いかなと思いますので、よければコメントください。はい、という感じでございますかね。まあ来週か1週間後ぐらいかな、までに、俺が手をつけないようにこれね本当にちゃんと保管をしておこうと見えない場所に保管しておきましょうちゃんとねと思いますので、こういった感じで、今回の動画は、こんな感じですね。これを見てると本当に飲みたくなってくるな。やっぱ物見るとダメだね。やっぱセラーにちゃんとしまうって大事だよね出てるとダメだよ、飲みたくなっちゃうもん、天気が良ければいいなと思いますね。やっぱりね天気がいい日にワイン飲みたいしね、こういうのはね、はい、という感じでございます。という感じでご視聴は本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよかったらググッとお願いいたします。で、Twitter と Instagram もねやってますので、よかったらそちらもフォローしていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。今日もありがとうございました。雪男でございました。それで皆様じゃあね、バイバイバイ。